ハット P-3 は、大熊座の方角にある12等星で、太陽系から460光年離れた位置に存在する。スペクトル型は、K 型で、太陽より小さく暗い恒星だと考えられている。2009年までに、太陽系外惑星が1個発見されている。ハット P-3 は、等級が低いため、 ヒッパルコス衛星による年収し査の測定対象に含まれておらず、直接的な手法による距離の測定は行われていない。そのため、惑星の発見に合わせて間接的な距離の推測が行われ、460プラスマイナス40光年という結果が得られた。この推定に基づくと、恒星の質量は太陽の94%、半径は83%、 高度は44%となる。表面温度は 5186K で太陽より 600K ほど低く、シゲモト素は太陽の2倍近く含まれている。構成進化モデルを単純に適用した場合、構成の年齢は4億歳と計算されるが、この方法では誤差が1億から69億歳の範囲に広がっており、精度が悪い。他の推定としては、 リチウムの存在度に基づく値として7億歳以上、再送活動の度合いに基づく値として13億歳前後という値が出ている。2007年、食検出法を利用して、太陽系外惑星の探査を行っていた、ハットネットによって、ハット P-3 の周囲を公転するハット P-3B が発見された。この惑星は2.9日という短周期で構成を一周。 しており、高温の木星型惑星に分類される。質量は、木星の6割で、比較的密度が高いことから75、地球質量程度の茂ゲ層を含んでいると、考えられている。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する、機械を提供する、IAU100NM ExeWorlds Project において、HATP-3 は、 ロシア連邦に割り当てられる、系外惑星系となった。このプロジェクトは、国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、ロシア連邦国内での先行、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその母星に固有名が承認されるものであった。二0 1九年十二月十七日、IAU から最終結果が公表され、 ハット P-3 は、ドンブ、ハット P-3B は、テバーダと命名された。ドンブは、北高架カサスの山岳地帯にある、リゾート地、ドムバイを指し、山と森に囲まれており、野生動物が豊富に生息する。熊も多く、大熊座に位置する、この成形にふさわしいという意味もある。テバーダは、ドムバイ地域から流れ下るテベルダ川を指し、その急流が、 惑星の光点の速さを象徴する。ありがとうございます。